おはようございます。はい、すっぴんです。すいません。はい、化粧水と乳液などは済ませました。はい、ファンデーションなんですけど、その前に、下地クリームとして、セザンヌのセザンヌ UV ウルトラフィットベース N02 番ライトピーチツヤパールって書いてあります。これをつけます。これをつけることによってだいぶちょっとツヤがね出るんですけど、ツヤが出ますっていう商品に目がいってしまう。なのでそれらを購入してちょっと使ってみています。はい、でこの後に塗りましたら、この後にこのセザンヌのBB クリームパール入り B2 ナチュラルナチオークルファンデーションを塗ります。これでシミを隠そうかなと思っても私の場合ですけど隠れないので、まず塗ってみます。頬の部分を多めに塗ります。こちらもパール入り、はい、で酸っぱい匂いもする。だいぶ慣れました。はい、でちょっとマッサージしながら塗ります。これでマッサージもします。そしてこの後にコンシーラーを、塗ります。見てわかると思うんですけど、ね、こことかこことかもうここの何て言うんでしょうか、頬の部分に、シミが多いです。はい、あと今ちょっと太陽光で眩しいです。はい、先日、ご紹介いたしました、資生堂スポーツカバーファウンデーション H100、この時の値段が1200円かっこ税抜き 20g となっております。これは消費税が上がる前のもう何年か前に買ったような気がします。そしてだいぶ減ってるので中はこんなような感じになっております。はい、はい、こちらをこの筆でちょっと汚い、この筆で、つけます。このように気になる、ところに気になるところに塗ります。
点置きして、指で指の方が体温があるのでね、伸びやすいと思います。せっかくの、コンシーラーを、最初からスポンジでやっちゃうとスポンジに持ってかれてしまうかなと思うので、まず指で伸ばします。自分の肌の色よりワントーンというか、濃いめのコンシーラーを選ぶといいそうです。私も自分でわからないから、これを買った時は、インターネットのサイトの方で、楽天だったかな、自分で一生懸命調べて、本当に欲しいなと思ったら自分で調べて、探しました、で、レビューなんかも見て、全部レビューを読んだり、そうして、あ、自分の肌に合うのはこれかなというのを探して、買いました。というのは近所のドラッグストアとかに売ってなかったんですよね、なので、売ってないのが多いかもしれないです。私が買ったのは楽天のサイトだったと思うんですけど、いろんなサイトでもし ある、よかったら探してみてください本当に欲しいと思ったら自分で何でも、努力して、探して、納得いった方がいいと思います。他力本願ではあまりいい結果が出ないわねっていう風になって、その人のせいにしてしまったりとか、あの人がいいって言ってたのに買ったから、買ったのにおかしいわねっていう風になるので、まずは自分で探して、あ、使ってみたいなと思ったら、そちら自分で努力して、何事もそうですけれども、本当に欲しい、使ってみたい、どんなものなんだろうって思ったら、自分で納得するまでとことんやってください。私のこの動画はその通過点みたいなもので、あ、こんなのあるんだぐらいで思っていただければ。カームチャンネルで、スポンジで伸ばします。こんな感じで、あとはパウダーファンデーションなんですけど、もうちょっと入れ物も古くなってしまって、ちょっとごめんなさい、汚いんですけども、こちらも自宅でただ使ってるようなので、持ち歩いてるものは綺麗なものを持ってます。はい、メディアのファンデーションなんですけど、このような感じです。私のは、一番本当に無難な色、現物を見てテスターでちゃんと塗ってみたり、いろいろ調べて納得いくような、買い方をしてください。これは私が合う、自分で見つけた、自分の足で、お店に行って自分でいろいろ試した結果の全部品物なので、ということで塗ってみます。頬を中心に塗ります。全体には塗らない、一番厚く塗るところは頬です。これも私の場合です。で、あとはこちらのハケに残った、ファンデーションを全体に全体になじませるだけです。そうすると、
せっかくパール調の、下地とパール調の BB クリームを塗ったので、そのなんとなく光ってる感じを全部失わずに済むんです。おでこなんかは、帽子かぶったり前髪があったりするからほぼ塗らなくてもいいんですけど、まあ、塗ってますけど、汚れるとかそういうのもあるので塗らなくてもいい方もいます。で、一番ここ頬だけが濃いです。光も、消えてます。で、あとはこちらのスポンジ、付属のスポンジでこういう細かい溝に入りそうな粉みたいなものなどが結構たまることがあるので、そちらをちょっと丁寧にこういう小鼻のところとか口角、こういうシワの多いところだねを丁寧にちょっと見てあげて、はい、はい、でこんな感じで、このファンデーションは塗り終えました、はい、でこのあと普通に、いつもの工程で眉毛から描いていきますということで、はい、お化粧続きやっていきます。カームチャンネル、ではまたの動画でお会いしましょう。